iPhone 15 Pro 対 EOS RP。 こんにちは。今日は iPhone 15 Pro Max じゃない、普通の Pro の方、7、リナ、ミナ、サナ、モモ、ジヒョ、ダヒョン、4つある iPhone 15 シリーズの中でなぜ iPhone 15 Pro を選んだのか。先に言っておくと、この動画は Apple からお金をもらっているわけでもスポンサーしてもらっているわけでもないが、この動画のほとんど iPhone 15 Pro で撮影しています。アプリは Blackmagic Cam。 今回の iPhone 15 Pro は SSD とかを USB-C を介して繋いでおくことで 4K60p で動画が撮れるようになったんだけれども、この Blackmagic Cam を使えば SSD を繋いでいなくても 4K60p で撮ることができます。しかも無料のアプリです。 iPhone を使っている方はぜひ Blackmagic Cam で検索してみてください。僕が普段使っているカメラはキャノンの EOS RP、 エントリーレベルの一眼カメラです。これを今後 iPhone に置き換えることができるのか徹底的に比較していきましょう。こっちがキャノン、こっちが iPhone、 こっちがキャノン、こっちが iPhone。 あなたはどちらが好きでしょうか。ちなみに僕はしばらくの間 iPhone XR を使っていました。だから5世代分今回ジャンプしたことになるんだけども、正直ね、携帯電話としての機能にはそんなに進化を感じていない。やっぱりすごくなったのはカメラだと思います。どうでしょうか。 iPhone だけで撮ったとは思えないくらいなかなか綺麗に撮れているかと思います。たまたまなんですけれども、 iPhone 15 Pro は 159,800 円から、EOS RP はレンズキットで最安 158,400 円。マジでこの2つは値段は本当に同じくらい。結論から言います。 iPhone 15 Pro 対 EOS RP、 EOS RP の勝ちです。これは僕が EOS RP を相当に使いこなしているからということもあるんですけれども、多角的に考えて iPhone 15 Pro が一眼ミラーレスカメラを代替する存在にはなり得ないということが今回分かりました。 iPhone がミラーレスカメラに勝てない理由その1、iPhone はボケない。写真や動画のボケというものは F 値と呼ばれる絞り、これで調整をします。 F 値が小さくなればなるほど絞りは大きく開いてボケの量が大きくなるし、 F 値が大きくなるとこれがどんどん閉じていってボケが小さくなります。じゃあ iPhone もこの F 値をコントロールしてボケの量をコントロールしよう。これができません。残念ながら iPhone のレンズは絞りのコントロールができません。というか絞りという機構がそもそもレンズに備わっていない。あ、ちょっと待って、 iPhone でもポートレートモードとかシネマティックモードで F 値をこう決めてボケの量をコントロールできるじゃんって思いますよね。これはボケじゃなくてぼかしだ。つまりここについているライダーセンサーとかレンズで被写体との距離をあらかじめ測定しておいて、でその被写体以外に後からボケの画像処理を適合することで無理やりぼかしている。言ってしまえば嘘ボケです。だからここにあるようなコップを被写体にしたりすると、この被写体の中の部分には焦点が合っているのに、それ以外の部分にはボケが適合されるっていう風に変な写真になってしまいます。 iPhone がミラーレス一眼に勝てない理由その2、画質が言うほどいいと思わない。 EOS RP は2620万画素、iPhone 15 Pro は最高で4800万画素です。じゃあ iPhone の方がすごいじゃんって思うでしょ。この画素数について言うと、 EOS RP はどこの焦点距離においても、例えばこのレンズであったら 24mm から 105mm、 どこの焦点距離においても2620万画素を叩き出せるんだけれども、 iPhone は広角の 13mm レンズだと1200万画素で、 24mm のメインカメラだと4800万画素で、望遠の iPhone 15 Pro だと77mm。
で1200万画素っていう風に、簡単に言うと iPhone は焦点距離によって画質がコロコロ変わるような作りになってます。でこのグラフはですね、イメージ的なもので正確なものでは多分ないんですけれども、 13mm で1200万画素だったものがだんだん下がってて下がってて下がってて 24mm になったところで4800万画素にバーンって上がって、またそこから77にかけて下がってっ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 て77で1200万画素っていう感じになります。でこの赤い線はプロマックスの方の線になりますが、 24mm で4800万画素だったものが77を通り越してもまだまだ下がり続けて下がり続けて下がり続けて、やっと120に到達したところで1200まで回復するっていうような感じになる。 70mm っていうとですね、例えばここにある、ライカの DLUX7 なんかは確か24から 75mm っていうレンズになっているんですけれども、つまり標準ズーム域でも望遠側で結構よく使う焦点距離が 70mm なんです。でそこの画質を iPhone 15 Pro Max は大きくスポイルしていることになる。これがですね、プロマックスの望遠レンズは 200mm ですよとかになると、それならちょっと欲しいなって思うんですけども、 120mm ってちょっと中途半端な気がする。で一方ミラーレス一眼はどこの焦点距離においても2620万画素、 EOS RP であったら2620万画素を叩き出せるんで、画質はずーっと同じ。まずここが一番大きな違いです。でこの iPhone 15 Pro と EOS RP の映像、どう見てもこっちの EOS RP の映像の方が綺麗ですよね。4800万画素でもこんな感じです。だから結局画素数ってそんなに大した問題じゃないような気がしています。重要なのはどっちかというと色味とか、もう数値化できないような領域でのもう好みの部分。僕はこのキャノンの色味がすんごい好きなんですけれども、 iPhone で撮ると iPhone で撮りましたよっていう独特のこのチリチリ感というか、この肌の感じとかがあんまり好きになれないんですよね。色味も少し違和感があるっていうか、赤と黄色に少し倒れたような感じがする。ここで驚きの新事実です。この EOS RP の映像は 4K で撮ってません。フル HD 1920×1080 で撮っている。でしかもログでも撮ってないです。普通に動画ファイルとして撮っている。そもそも EOS RP はログで映像の撮影ができません。 iPhone 15 Pro は 4K で、しかも色味の自由度が高いと言われるログという大きな形式で撮って、これですからね。だから 4K とかログとかそういうことも大事だとは思うんですけれども、それよりも重要になってくるのはそれを記録するセンサーであったりとか、もちろんレンズ、 iPhone のレンズは少しフレアが出やすいです。あと映像エンジンのチューニングね、そういった部分で好みの色が出てくるかっていう方が僕は大事なんじゃないかなと今回思いました。iPhone がミラーレス一眼に勝てない理由その3、データ容量。 iPhone 15 Pro は 4K で 60p でログの動画を撮ることができます。このデータ15分で 50GB いきます。だからこういう YouTube のヘッドショットだーって喋って、後から編集でここ使ってここ使ってでちょきちょきしていって使うような映像を長回しで撮るときは、僕の iPhone 15 Pro は 128GB ですけれども、あっという間にパンパンになります。でパンパンになったから iPhone から PC に動画を移して、んで iPhone 側のデータを削除して、そのね、もう一回撮影続けるかってやってらんないわけですよ。でこのデータのデカさっていうのは編集の時にも問題になります。 EOS RP の動画はフル HD サイズで、しかもログでもないからもう軽くてサクサクで編集ができるんですけれども、 iPhone で高画質で撮った動画っていうのはまあファイルがでかくて編集がもっさりしちゃって大変。だからフル HD でこのぐらい色を追い込めてサクサクで編集できる EOS RP っていうカメラは僕的にすごい使いやすくていいカメラだと思います。iPhone 15 Pro が EOS RP より優れているところは、
4K で 60p が撮れること。僕のチャンネルで言うと、機材のアップであったり、風景のなんか映像をズバッて差し込んだりとかっていうのを、まあ、B ロールって YouTube で呼ばれたりするんですが、それを 60p で撮っておいて、編集で少しスローにして差し込んだりするといい感じになったりする。iPhone ってまあ、本当に持ち歩いてるもので、文字通り携帯なんで、もう出先でカメラを持っていない時でもそういう素材をババって撮っておけるっていうのは、こういうミラーレス一眼よりもだいぶ優れているところになってくるかなと。僕はかなり長い期間 Mac を使っているかなりの Mac ユーザー、Windows ヘイターなんですけれども、久々に iPhone を買い替えるっていうのでちょっと期待しすぎちゃった部分があったかもしれません。まだまだ携帯電話のカメラは一眼カメラには勝てません。まあそうは言ってもかなり今回ギャップは埋まってきているなという印象は持ちました。この動画が面白いと思われた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画がつまらないと思われた魚は、ちょっと懐かしい iPhone クイズのコーナー。スティーブ・ジョブズが生前最後にプレゼンした iPhone は何でしょうか？この iPhone 4でございます。さっき棚の奥から持ってきたらバッテリーが膨れてて爆発寸前になっててマジビビったんですけど。じゃあこの iPhone 4、発売当時の価格はいくらだったでしょうか？ 199 ドルでした。